公立学校とは一般的には初等教育、中等教育段階において無料の教育を施す学校のことを指す。多くは税金によって運営される。日本では地方公共団体が設立した学校のこと。講義には国立学校も含める。公立学校の設置者には大きく分けて都道府県、市町村、そして組合がある。 地方独立行政法人である、公立大学法人が設置する大学及び、その付属学校もこれに含まれる。国立学校や私立学校と区別するときに用いる、用語である、地方公共団体の教育委員会や教育長が管理を行う。これには、幼稚園、小学校から大学までが含まれる。ただし、公立大学の管理及び執行については、 地方公共団体の長が行い、教育委員会は関与しない。公立学校では特定の宗教、教派に依拠した宗教教育は言ってはならないが、クリスマス行事程度であれば容認される場合が多い。公立幼稚園の管理、運営は基本的に市町村教育委員会が行う。都道府県の教育委員会が管理、運営する幼稚園はほとんど見られない。小学校、 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校の管理、運営は各地方公共団体の教育委員会が行う。公立小中学校は入学試験がなく、学齢に達した人には住民票と連動して就学通知が送られ、地元の公立小中学校に入学する。公立中高一貫校では、作文や実技、 適正検査などによる試験が課される。公立高校は入試で内申書が重視され、地域によっては総合選抜、学校群制度や学生などがあるため、希望した学校に進学できなかったり、通学区域が制限されたりするなどの特徴があった。それを嫌った受験生により、1970年代頃から都市部にある、 法律高校の多くが難関大学合格者数を落とした。近年、学区撤廃や筆記試験重視、独自入試の導入などの改革が進んでおり、率先して行った都立高等学校では難関大学の合格者が大幅増加するなどして改革が高く評価されており、他の都道府県もそれを追うようにして改革が進められている。一方、少子化や過疎化に伴う 公立学校の統廃合が相次いでおり、平成23年度、平成30年度の統廃合数は平成の大学ページの統廃合と同じペースとなっている。例えば、茨城県では1976年から2005年度に111校が廃校になった。統廃合された学校の跡地活用は、廃校者利活用型、学校資源活用型、新規施設建設型、 敷地活用型に分類でき、所有運営は公共所有、公共運営、公共所有、民間運営、民間所有、民間運営に分類できる。過疎化に悩む農産村地域の場合、公立小中学校の廃校は地域に新たな子育て世代が定住しにくくなることを意味し、集落のさらなる少子高齢化を加速させる一要因となる。そのため、 立地の都道府県外から全国募集を実施する高校も増加している。基本的に公立特別支援学校の設置、管理、運営は都道府県教育委員会によるが市町村教育委員会でも設置、管理、運営することができる。なお、都道府県は公立特別支援学校の設置義務が課せられている。学力格差公立学校は私立学校に比べて 学力を十分に伸ばすことができず、講師で格差がある。2007年に行われた全国学力調査ではと、私立学校の生徒の方が、正当率が高かったことへの指摘がある。私立学校がある都市部はともかく、そもそも私立学校を選択肢として考慮できない地方部もあるため、公立学校の教育能力の立て直しを求める意見もある。一方で、 教育学者の藤田秀則は、こうした意見に疑問を呈し、批判のための批判を繰り返すマスコミの論調の影響を指摘した上で、日本の義務教育は、制度、機能、実践のすべての面で、国際的に見て、非常に高い水準にあるとしている。また藤田は、日本の公教育の水準の高さは諸外国にも認められており、日本の公教育に学ぶべき点は、 多いと考えられていると指摘している。なお藤田によると、特に日本の公教育において、諸外国から高く評価されているのは授業研究による絶え間ない教育技術の自己検鑽教師集団の共同性、公立学校のコミュニティ性とケア機能であるとされる。また、印山ンンメソッドで知られ、教育再生会議や中央教育審議会の委員を歴任した影山秀夫は、 平成17年の中教審義務教育特別部会において教育で世界一と言われることもあるフィンランドが家庭での教育機会が多い一方で日本はそういった状況となるのは難しくその分を教師が補っていると述べているそして財務省が義務教育費国庫負担金が増えているという意見に対し私はこの財政審に大丈夫です給与に見合っただけの仕事を 教職員はしているということを申し上げたいと発言している。生徒の学力向上は学習塾を当てにせざるを得ないという意見もあるが、リクルート出身の民間人校長、藤原和弘はこの問題について、生徒の学力を1から5までの5段階に分けると、1と5の生徒を学校だけで教えることは無理があると指摘し、1の生徒は従来ならば地域社会が面倒を見てきたが、 近年の社会情勢の変化によってそれが難しくなっている。また後の生徒は塾に行ってくれというのが教員の本音だろうと話している。また藤原は前室の院山と共にフィンランドの教育事情を視察し、フィンランドは教員の数が多い、うちでも教員があと7人、8人いればできるとコメントしている。カリキュラムについては知識の応用や自分で考える力といった。 ゆとり教育の目玉の一つでもあった総合的な学習の時間については、ゆとり教育の不安を煽っていた日農研などの学習塾が総合的な学習の時間を学べるサービスの提供を始めているなど、状況は混沌としたものとなってきている。この背景には、私立学校などの入学試験が知識の応用等を求める内容になってきたという状況があるとも指摘されている。 イギリスの教育において、公立学校とは、政府によって出資された無料で教育を施す、学校のことを指す。これは、私立で有料のインデペンデントスクール、非営利団体として扱われる、パブリックスクールと対比される。公立学校では授業料及び給食費の未払いも問題となっている。小中高等学校の統廃合の現状と課題。文部科学省。 2020年6月23日閲覧。ABC 採用直子、公立小中学校の統廃合プロセスと、廃校者利活用に関する研究茨城県過去30年間、全廃校事例の実態把握と、農産村地域への影響マイナス、日本建築学会計画系論文集、第73巻第627号、日本建築学会、2008年、1001から1006ページ、 ドイ、10.3130、アイジャ、73.1001。ABCDEF、総合学習進化する、熟高教育のもたつきしり目に先へ、産経新聞、2008年2月18日。藤田秀則、義務教育を問い直す、ちくま書房2005年7月6日。 ISBN 9長7844億862437義務教育特別部会議事録配布資料公教育を問う第一部私立人気の陰で塾だのみの学力格差是正産経新聞2008年7月8日閲覧教育格差の助長化、フェアな教育機会の提供化、和田中藤原和弘校長論座2008年5月号 朝日新聞出版、ありがとうございます。